ニコン一筋バカになれ。それが写真家男道。チェスト。ニコンバカ一代。ニコンバカ一代だ。おっす。今日はニコンバカ一代初のロケ車に来ております。杉山写真材料店さんに伺って、お送りするバカ一代。杉山写真材料店、日田さんです。おっす。杉山写真材料店の日田です。よろしくお願いします。キャノンに見えるニコン。テンタックスの、あもうほぼニコンですね。それで怒られるかな。特別ゲストがいらっしゃいまして、なんと僕の昔の、高校のブラバンの先輩が来てます。なぜか偶然。どうぞ。おもちゃす、おもちゃす。自己紹介を。与田と言います。はい、同じく静岡で写真やってます。はい、よろしくお願いします。はい、あんただってニコン使ってなかったもんね。バカ一台って言って、あの C がつく会社を使ってる、ね、C 社の、あキヤノンね。あのなんとかキスみたいな、ミヨスキスね。そうね。あれを一生使うって俺は言ってたの聞いてたよ。まあ、うん、はい、一生使うって一生使うって言った。まさかのメンタリー。はい、小さくていいっつって。キヤノンバカ一台。俺はニコンバカ一台で生きている人。いやそうでしょ、そう思ったよ。だってでも YouTube 見た時、いやいやお前は違うだろ。俺はずっと思ってたよ。何の派違うよね。ニコンじゃない。ニコンの話、はい、ニコンじゃない。ニコンの二の字。これみんなもう見ないんじゃない。なんかこんな全然関係ないこと言って。そうね、お前はニコンの人だろと。お前とかに分かってたまるかって、あのお客さんに制されるっていうのが、このジャンパーを着ると。今もだって、悪くない。いやだって新しい、だって R 用のレンズ買えないもん。現実。そもそもカメラを全部ミラーにしてた。カメラ俺ミラーレスしか持ってない。持ってないですか。まあ、じゃあ俺もミラーレスになカノンからで、リオってやった時に予約して買ったんだけど、でも周りの同業者はみんな、って言われて、見に来たの、うちまで。ミラーレスって、見に来たよ。めっちゃ見に来たよ。カノンは落とすと割れるよって言われたけど、ニコンは落としても1回ぐらいなんで平気って言われてさ。機種名言っちゃっていいの、うん、5D Mark 2じゃない。おい、飛び散ったオイルは何、あのセンサーがついちゃう。ついちゃう。じゃあもうダメじゃん。チェックディスアウト。へぇ、そう、なんでどこだっけ、忘れちゃったけど、ゴディマで 600もそうです。600もなんかそれ対応後に出たやつと、うん、その前のと、なんか見ると分かる。こういうどっかでこっそり、まあ、あの指示が、そうあるんですよ。じゃあ公認でそのヤバかったってことですよね。ゴディマーク2多分それぞれ各社発表してたはずですよ。でもそれも発表したのも随分後だよ。もうほとんどゴディマーク2みんな買い替えたのっていう頃に、もうその先は僕これで詰めるえ、これこの部分を取ってこれ取ってやる。もう続きなんだ。もう本当にマーク3も出てしばらく経った頃にそういう不具合がたくさん報告されてまして、今頃言うんかいみたいな愚痴しか言ってないけど。どうぞ。あ、すいません。ね、なんで飲んでんの。飲んだ方が面白い。飲んだ方が面白いって。いや、だから飲んでもね、酔えないんですよ。なぜならコメントしづらいから。じゃあ、ニコンの話に。じゃあ、ニコンの話も。じゃあ、今日の本題に。やっとかよっていう。今まで。あの、グッズをね、はい、販売店ならではのグッズを見たいなと思って今日、持ってきてもらったんです。ちょっと、少なくて申し訳ないというか、うん、古いのがね、出てこなくて。なんで古いのないんですか。捨てちゃったんですか。あげちゃってるんだよね。あげちゃってるよりはむしろ持ってかれちゃってる。盗まれてる。いやいや、あの昔から来る人がなんかちょうだいよ、なんかちょうだい。昔って
やっぱそうなんですね。昔ってそうでしょ、こう、これ買うからなんかちょうだいみたいなね、ちょっとそういうところはあったのかな。なんか買うからちょうだいよって、それ正しい使い方じゃないの。だって反則品でしょ。今反則品であればね、最初からこれつけますよ、いいんだけど、あのそれこそね、じゃああのキャノンからニコンにするから、じゃあなんかつけるよね。いや、そういうそういうのがまかり通る時代ってあったじゃないですか。そのぐらいだったらつく、まかり通る。いや、まあだからつけた結果ちょっとあんまり見当たらなくてね。はい。でもなんだろう、これ皆さん結構でもあるよ。皆さんどんぐらい知ってる？このニコン、ニコンキャンパスの。これかっこいい、かっこいい、知らなかった。これみんなご存知？知らない？なんかこれセミナー用って書いてある。だからあの、まあ、さっきねフランジバッグ、あのミラーレスだね、ミラーレスのレンズがいいんですよっていうようなね話なんかを聞きに行くんですけど、行くたびにこのノートとボールペンもらって、あの、うちにいっぱいあります。これかわいい。これオフィシャルのキャンパスですけど、じゃないですか、多分そこに頼んで。そりゃそうだよね。ニコンが極秘でこのキャンパス出したらまずいでしょ。そうだよね、これかわいいですね。ね、で、まあ、それはね、これしかも渋いね、これ黒で。なんかニコンっぽいな、こういうとこな。だからこれあの、いやいや、日本のニコンだったらむしろ黄色でいいんじゃん。黄色にしてほしかったね。だからね、これあのこれなんかこれボールペンだけ抜いたやつね。ボールペンだけ抜いたやつ。同じやつ。これはね、唯一何でもらったのかな。これ同じノートだけど、これちょっと上げてみます。これちょっとなんか黄色いんだよね。俺これ黄色。本当だ。あ、上げてない。ちょっとノートの種類が違う。これちっちゃくねえですか、ここで見せると。うん、ズームしてもらって開けて開けてみます。じゃいいんですか。いやいやいや、開封ですけど。あ、なんかビヨビヨビヨってなっちゃったけど、はい、これなんならあれします、あのツイッターで例えばほら両方フォローしたら、はい、プレゼントとかでもいいですよ。お、やりますか。それやりたい、ね、やりますか。じゃあ応募方法は後ほど、はい、後ほど応募方法は後ほど、はい、お、この金色が気になる。そう、気になるね。これ金色が気になってどうなってんだろう、これ。いや、見えない、見えない。ただ何も書いてない。 M ネモ、あ、何これ。 M うん、なんだ、読めねえよ。何、え、何も、なんだろう、っていうメーカーなんじゃないですか、これ。あ、そうなの。あ、ただただノートの書き方が書いてある。マルマンさんだそうです。中身はなんてことなかった。ただ黄色っていうね。しかもこれ偶然の一致なのかっていう、なんかこれ何これ。197とか書いてあるけど意味わかんないですね、これ。気になる方は検索してみてください、その文字。いや、出てこないじゃない。いや、出てくるんじゃねえの。ボールペンもほらちょっと色が違うでしょ、これ。ちょっとこっちの方が高級感あるんだよね、ボールペン。すごい。え、これ本当検索すると出てくるんじゃないの。これさ、1万円以上買い上げの人とかにあげちゃったらいいんじゃないですか、これ。そうします。え、だって1個しかないでしょ、でも。1個だから多分1個だと思う、一番最初の人だけ。いいでしょ、別にプレゼントで。じゃあ一番最初1万円以上買って、これ見ました、動画見ましたっていう人にあげる。そう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 。そうそうそう。あ、じゃあニコンのなんか、ね、ニコンバカ1台って言ったら合言葉で1万円以上買ってね。そう、そしたら好きなのあげればいい。あ、そうしますか。あ、それいいですね。うん、でこれね、どんだけ商売の気がないんですか。商売気なしかな。来ます来ます来る。むしろわかんない、これ見た結果東京からみんな来ます。あのイオスアール買いに来たんですけどね。それでもいいの。あ、ダメ、それダメ。あのキャノンの製品を買った人にあげない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 。そんなことないね。キャノン買ってもあげます。あのうちに来る人はみんなに優しい。そう、これメモ帳ね、また。でも これ分かります、これ何のメモ帳か分かります。僕聞いちゃったこれ、うん、これ岩田さん分かりますか。これマウントじゃないの。あ、そう、これあの何マウントだと思う。だから F マウント欲しい。え、違うの。これで2019ですよ。もう書いてある書いてある。これ外れんの、これ箱。ほら、え、ちょっと大きいじゃないですか。ああ、本当だ、だいぶでかいね。あの Z マウントはね、これだから大きいですよ。あ、俺が Z マウントなの。は
はい、そうなんです。大きいことによって、ね、そのまあブランチメントよ。あ、俺が Z マウントなの。はい、そうなんです。大きいことによって、ね、そのまあブランチメントよ。あ、俺が Z マウントなの。はい、そうなんです。大きいことによって、ね、そのまあブランチメントに近いプラス壊れたこれ。壊した。周辺までのね。はいはいはい、改造力を持ってるよと。そういうことね。で、だからこの、ま、このマウント系ですよっていうのを示すための。ああ、変わったのね、うん。こうなっちゃったんだ、ニコンが。いいですよ。壊しちゃった。壊しちゃったカメラ。ね、だからこれ Z マウントメモ。あ、そう、 Z マウントメモ帳。そうなんだ。メモ帳というかこれ付箋紙ですよね、多分ね。そうなの、ね。Z マウント付箋紙。2012年だったんですけど。Z マウントね。55ミリかな。もう僕の時代はもう F マウントでした、うん、ないね、うん、ほとんどの人の時代は F マウントなんです。そうだね。2019年まで撮れないと。そうだよね。キャノンよりもでかいです。でかいです。あ、そう、そう、だから一番フランジバックも一番短くて。あ、そうだよね。あのニコンのフランジバック一番短いってことは、うん、キャノンもソニーも全部つくっていう意味なんですよ。要するにその短いやつはつかないんだけど、うん、それより遠いやつは全部アダプターでなんとかなるんで。ああ、別のアダプターね。 Z は全部つくんですよ。減らすことはできないけど足すことはできる、うん、さらにでかいから K がでかいから、はいはい、あのこれ以下でね。あれでもあれはつくの、 RF のやつはつかないですかね、やっぱさすがに。一応だからアダプターさえあればだけど、まあこれはちょっとね、他社製でないと、ね、そう、あのあれでしょうか、ね、なんかでもアダプターばっかり作ってるところあるんじゃんね。ええ、あります。いろんな変換アダプターみたいな、はい、これ返してくださいこれ、あの視聴者プレゼントです。ああ、そうなんですね、うん、はい、これはね、ちょっと残念ながらプレゼントできないかもしれないけど、わかります、ニコントランプね。これ売ってますよね。あ、売ってるんだ。売ってるんだ。あ、知らないですかボライボ。これ売ってるんですよ。これね、ニコントランプ。あ、そう、何が出るかっていうね。じゃあ、はい、聞いてくださいって。これじゃあ、あの出たトランプ、あのカメラが書いてあるんですよ、ここにね。あ、そうなんだ。そのカメラへの思い入れ語ってください。え、どうぞ。ペロ。俺 FE だこれ持ってた、俺 FE。 俺 FE だこれ持ってた、俺 FE。 俺 FE だこれ持ってた、俺 FE。 F からね、これ70だとか。これ面白いですね、これ面白い。 M まであるんですよ。何この M って。だから M で昔の、昔のスライドマウント。はあ、ね、え、こトランプの数ぐらい機種はあったってこと。あるでしょう。あるか、あるそりゃあるよ。多分途中であのニュー F1 とかないと思いますよ。怒られちゃうジョーカー F5 ですかジョーカー F5。 ジョーカーがキャノンだったらよかったのに。これあの我が家でね、あのこのちょっとね騒動の期間、うちにいる時はトランプやるよりこっち見ちゃうよね。そうそう、機種をこっち見ちゃう人はあのカメラ好きですよ。これちょっと、あ、これいいっすよ。全部機種変えたすごい。これいや、これ言い出したら気になる、楽しい、気になる、気になる。これもですね、これ面白いですよね。これいいわ、うん、これ売ってますよ。じゃあ買いましょう、みんなね。杉山カメラで置いてくれ。うちにも売れるのかな、して売れるんじゃないですか。どれマニア。ああ、これイオスキスみたいなやつ。イオスニコン U。 これ何しこれなんだっけ。フィルムっす、これイオスキス。いやいや、フィルムだよね、うん、え、イオスキスと同時期ぐらいでした。そう、書いてあるんです。何年、もう全然興味。あ、じゃあとミューとかなかった。レンジファインダー最上位機ね、 SP、 ニコン SP。なんか こっち側しか盛り上がらないから。そろそろいいでしょ。そうですね。そうですよね。 F5 がジョーカーなんだ。なんでなんですかね。F5、 いやでもいい機種で、あれは使ってたんですよ。使
使わせた使わせた。あれはかっこよかった。いや F5 は F5 ってデジタル出てたっけ。え出てた頃 F5 は出てない頃。ない頃じゃん。一番最後ギリ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 じゃないですか。で、うん、F6 っていうのはまだ今でも売ってるんですかね。 F6 はまだあります。あの今世界ではよくあんねえから、うん、少なくとも日本で、うん現行のフィルム、うんうん、フィルムの現行機種、うん、もう F6 だけになりました。昔はなかった。富士やめちゃった。やめちゃったんだ。もうないし、キャノンもキャノンもやめちゃったんですか。やめちゃった。キャノンもやめるでしょ。あそこはすごい会社だよ。キャノンもやめるでしょ。あそこはすごい会社だよ。キャノンもやめるでしょ。あそこはすごい会社だよ。コメントしづらいやつ。わかるわかる。わかるわかる。あそこはバッサリ切る。マウントをね。そうね。で、あの今度そう Z シリーズのジャンパーね。まずい話題になると他のこのここに戻してくる。これは日田さん着てないんですか。これねあの。あこれいいじゃん。Z ですよもう最新。うん、これ欲しいわ。これはあのこれが壊れたら企業だ。最近ねよくあのここのジッパーがダメだ。えこれさ Z7 買ったらこれあげればこれ。勝手に言っちゃうけど。じゃあ6月中に買ったら、あそれかさ、うん、D6 買ったらこれでもいいんじゃない。 D6 買ったら最大だろう。いやでもね予約うちも入ってる。あそうなの。おお D6、うん、えでもこれ余計なこと言っちゃって普通のあれが予約してた人が俺にくれって言ったらやばい、ね、いっぱい売るのね。1個しかないんでしょ。もう1個しかないです。だから俺これ終わったらこれ着ようと思って。剥がされるよ。えこれ欲しい。裏いや俺欲しいよ。これ裏側見てみましょう。見てみましょう。見てみましょう。いや欲しい人はいるんじゃないいっぱい、うん、これは欲しいよ。これマジでだってそしたら D6 買うよマジで。これでもね、あかわいい。これ欲しい。この裏がすごい。これすごいからこの裏がせーのバーン。こんなですよ。こんなもんニコンバカ1台しか着れねえだろ。こんな狂ってるやつ。このフォントはちょっとまあごめんなさい。またごめんなさい。なくなりますよニコンバカ1台に。違うぞ Z のフォントはこういうフォントなんです。そうはそうなのね。これだ、はいはい、これちゃんとあれ俺はそのうちにだからこれグレードダウンしてる。これシシこれワッペンワッペンだよ。だからこれすごい気に入ってるんですよ。これプリントになってる。普通これですよ。そうね、うんうんうん、だからこれはだから昔のなんですよ、うん、それで後ろが日清っていう、ね、そうストロボこれがね日清って。ああだってほらちゃんとこうなってるの。こう日清これ日清、ね、あれそれ何これラーメンの方が通気。ああそうなんですか、ね、ないこれさえほんと D6 予約してくれたらこれあげちゃえばいいんじゃないですか。これ D6 のこういうのはないんだ。あ D6 はない。いやだってどう考えても、じゃあ分かんない、俺うちにマーケティングない可能性もあるの。もしかしたらね、あのえ杉山主人ないのって言われるかもしれない。世の中のカメラやからね。あもしかしたら、いや杉山カメラでなければだいぶないよね。言ってもだってここだって老舗だよ。老舗だよ静岡だったら、うん、いやでも世の中にもっといっぱい売ってるカメラ屋さんあるから。まあそうかもしれないけど静岡市、まあ、静岡市とかね。いやいやこの中部エリアでも県内でも見れば、まあ、俺らぐらいとかそのねこうセミプロぐらいとかずっとやってる人で杉山カメラ知らないって、え知らないのっていう、うん、いうとこだよ、うん、違うわ、うん、そう逆に意外とそうあやっちゃっただけで大丈夫。逆にほら大丈夫食べかけだっけ。あの中にいると気づかないみたいなね、そういうところもある。いや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 杉山カメラさんもう何十年も前から老舗ですから。何十年前から老舗かしら、まあ、何十年前からあるから老舗なんですよ。ね、まあね、でもこんなグッズもねありつつ、はい、あとこの僕気になったのこれなんですよ。このモックアップ。あこれ使えないんだ。使えないもなん偽物。もう僕も持ってるこのえ全部偽物全部偽物あの5000シリーズの変な色シリーズ、この5200のブラウンと5300のグレーと、これなんでこんな色んな色ですか。赤と当時これ、うん、これ当時だから赤って言ってたんですかね。これ赤って言いますよこれ。あ、いや、それ悪い声だね。どういう意味。どういうこと。いやこれ赤かなって僕はいつも思うんだけど、うん、いや赤でどっちかというと紫っぽいというか、なんだろうね、紫には見えない。なんかほらもっと例えば他社で言うとね P 社、
あ、P社もいろいろ出したね。赤なんかは、うん、もっとねこう分かりやすい赤。はいはい。P社はだっていろいろ出してた。なんかいろんな変な色、うん、変な色ところじゃない。いろんな色。百色ね。そう。で、もっとね赤っていうわけも、ね、なんであえてここなのかなっていうところはあったけど、まあでもまあどちらかというとエントリーモデルなんで、うん、まあちょっといろんな色でね窓口を作ったんだと思うんですよ。うん、そう。でもこれ中古で来るじゃないですか。うんうん、一番売れるのもそれね。あ、売れる順番。赤。やっぱね、やっぱ黒と赤が並ぶと黒が先に出ちゃう。俺絶対このグレーとかこのブラウンとか赤とか買うけど。それは、ね、それはでもそれを知ってる人ですよ。これでも遍歴が分かるから面白いな。これ5500から5200までの、うん、これ遍歴が まだもうちょっとあるんですよね。え、これ違うの、うん、このほらこの微妙に黒があったりとか。5200のこれ違う機種なのこれ。5200はこの黒いっていう、ここがもうほぼほぼ一緒だよね。いやーこれ懐かしいな。これ全部買ったからな俺。ここのグリップが薄くなったのが5500からです。すごい。ああ、さなんかもうだんだんバカになってたね。うん、はい、これは深くないんですよ、この2つは。懐かしいな。すごいな、このモックアップだけでもすごいですね。これ売れるんだよ、モックアップ。これ売っちゃいけないやつ。売っちゃダメなの。これ売っちゃダメです。これ売ったら怒られます。ダメだよね、これは。まあ、いや、欲しいっていう人もいたことないし売ろうとも思わないんだけど。めちゃくちゃ欲しいですけど。ニコニコこれ目輝いてますけど、うん、じゃあ、あとでダメでしょ、これ伝票付けていきます。だから売っちゃダメなんだって。俺これ全直、全部持ってるんですよ、俺これ。あ、これと実況ね。そう、このブラウンとあと赤も持ってます、はい、全部持ってます。これ絶対ニコンの歴史上絶対こんなのもう二度と出ないから。もう今赤出なくなっちゃったんですよ。もう赤なくなりました、うん、このグレーもブラウンも もちろんないけど、はい、そうもう今は 黒だけになっちゃいました。え、なんだっけ、ペンタックスのいろんな色んなやつはまだあるの。やめちゃいましたね。あ、やめちゃったけど、でもその後また別のであったけど、カスタマイズ的なやつも出ましたよね。そう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 、なんか限定とかでなんかいろんな色出した。あ、まあそういうのもありますけどね。あのペンタックスって、うん、やっぱなんだろう、こうデザインロングライフデザインみたいなことを考えると結局黒、まあ、もしくはシルバーですよね。あ、シルバーと、これもこれも、これなんすか。これレンズポーチなんですけど、はい、なんで俺いつどこで俺手に入れたのか分かんない。全然記憶にない。これでも売ってるんじゃない、売ってんのかな。でもフォープロフェッショナル、うん、っていつも書いてある。別に書いてある。これポーチ、パンなるポーチか。これ、いや、でもあんまり見なくないですか。え、でもこれ売ってんじゃないですか、ポーチ。これ、なんだろう。あー、これ結構こう、あの材質が良くていいですね、これ。見た目よりはなんかちゃんと、あ、なんか、でもサイズ何よ。あ、何これ、どこの手間、なんだこれ。え、何これ。くるくるできるってこと。こう、こういう風にできる。なんでやねん、逆だよ。あ、違ったっけ。え、これ何、蓋。もう分かんない、日田さん何これ。これの使い方募集した。これ何これ。ここにつけるんでしょ。あ、そうそう、だから短いレンズだったらこれぐらいで使ってくださいね。そういうことね。あ、確かに。そう、長いレンズだったらまあこう入れてこう縛ってください、はいはいはい。でもこの長さでいうとこれあれじゃん、 PF の300とかね、うん、300は入んないじゃん。あ、 PF、 あのニコンのね PF って、うん、あのコンパクトで、うん、あのすごいあの軽量なレンズ、ね、そういうシリーズなんですよ。フレアがちょっと苦手なんでしたっけ。まああの細かいこと言うとまたダメだ。なんでまたすぐ悪い方がだからカメラマン文句しか言わない。ちっちゃくて、いやでもそれを超える小ささと軽さはすごいいいんですよ。いやだってあの 300F4 なんですけど本当にちっちゃいんですよ。で500の 5.6 っていうのはあれですよ、最大2年待ちですよ。いい、うん、2年待ち、それぐらい人気。すごいね、2年ってすごい。だって手持ちできる 500mm ですよ、うん、あれは素晴らしい。なんでいい方の話は誰も考えない。
あんまり長沼に興味がない僕は広角バカなんです。そうね、どっちかというとこう2人とも広角だよ。広角バカです。そう、一番使うのは 24mm っていうところだよね、うん、はい、はい、おそこは合いますね。そこは未だに変わらない。それ以上は僕があんま好きじゃないです。あの歪み、歪み始めそうだね。でもその割に 50mm ついてる。でもちょっと後悔してる。取っとくんだったら 24mm 取っとけよかったかなと。うん、はい、あ、売っちゃったの。売っちゃったの。ここにね、売っちゃって最後に残ったのは 50mm だったんだけど、逆にしときゃよかったかなって 24mm を取っといて、うん、50mm にはいらなかったかなっていう、うん、なんか 50mm ってこう良くも悪くもこう綺麗に映るじゃん、うん、ドキュメンタリーチックな絵ですよね。ドキュメンタリーって F いくつですかこれ。 F3 あ、これ、ね、これだ、これね、これ 1.4 の、はい、一番普通のマキエレンズなんだけど、なんだろう、すごく悪く言うと普通じゃん、うん、綺麗に普通に映るじゃん、うん、でどっちかというともう歪んじゃってもいいからもう広角でやりたい人っちじゃん、こちら、うんうん、はい、そうすると 24mm 下手したらもう 20mm でもいいかなぐらいという、うん、まあ、でも F3 に54だったらこれはまあでも王道、ね、王道すぎない。いや欲しい人はいっぱいいると思いますよこれ。まあね、じゃあプレゼントに入れます。いやいやいやこれは一応あのたまに使うんだこれ。 F3、まあ、F3 ってあれじゃね、ポルシェデザインですよね。デザイン、あ、ジュージアロ、ジーランとか、そうそうそう、その人ジーランとかジュージアロしかしない。そうそのデザインえだって D4S とか D4 とかもね、うん、ジュージアロ、 D3 もジュージアロ。え、この赤い線はみんなそう、これもそうってことじゃん。いや、違うと思います。違う、もうこれと変わりました、うん、だからこれがだからここに縦に1本あるっていうのがやっぱ、この剥がれ方がいいね。この剥げるのがね、金が出てくるの、これかっこいいですね。これだから、そう、30年かっこいい、うん、そう、いやだからこれね、あのデジタルだとこれがないんですよね。うんさっきね、ほらあの落としてなんて言って、まあ、落としちゃダメなんですけど、じゃあ削れちゃったって言ったらただボロボロになるだけで、うん、昔のこのね真鍮が出てくる感じとか、ね、これはやっぱね時代の良さなんですよね。うん、はあ、3回ぐらい落としてるよ。ちゃんとここ入れてるよ。カメラは落とすものではありません。やけに落とすをしてくる気ますね。いやいや、昔のは落としても平気だった、うん、まあ、機械が入ってないからね、そんなに言うほど、うん、今ほら、うん、デジタルだから、うん、落としちゃダメだから、うん、あれ、ニコ今急にふと思い出したんだけど、僕はね、そのカメラ学んだとこの当時のってか、今も部長だと思うんだけど、なんか言ってて、最近本当によく分かる話なんですけど、あのまあそのキヤノンユーザーがいれば、はい、ソニーユーザー、富士フィルムユーザー、はい、いっぱいいて、うん、で、場合によっては信者と呼ばれるレベルのね、はい、ファンもいる、うん、で、やっぱニコンってそこ濃いって言われるんですよね。ニコンは濃いでしょ、うん、でやっぱそうなんだ。そう、で、ニコ人あのね、ニコンユーザーはその毛色がちょっと違って、うん、例えば新商品が出ますよ、はい、じゃあ今度 D6 が出ますと、うん、言った時にまあ、キャノンで言うと 1DX が出ますよ、はい、言った時に他社さんはね、別にいいんですよ、何もうちとしても問題ないし、何も、じゃあ行けるとき行きます、あ、入ったんですね、行けるとき行きます、ね、ニコンユーザーだけは、まあ、だけは全員じゃないですけどね、の結構いるのは、うん、分かりました、その日に行きます、何時開店ですか9時です、9時ですね、分かりました、もう会社とか休んだり半休取ってまで犬一番に取り来るんです。ドラクエか。いやでも本当そのね、ドラクエ休暇じゃない。昔のね、ドラクエとかドラクエ3でもそうですよね。ドラクエかい。確かに確かに。日本ユーザーはね、そういう方多い。未だにそうなんだ。買いに行くんだ、並んで。そう。すごいね。すげえ。だからまあ、Z とか朝一番は無理だったとしても、いやなんとかその日に行くから。うん、だから事前にね、入りました。来るんですよ、来るんですよ、すごいね、ニコンユーザーすごいわ。これはね、ニコンユーザーの特徴は、その人呼んできた方がいいんじゃない、ゲストのニコンバカ、ニコンバカ、うん、どうします、そしたらちょっと永遠と撮れるカメラが30分で止まらない30分でね。いやでもね、本当にそれをメーカーの方が言ってたんですか、そういう感じ。いや、あの
僕がそのカメラの勉強したカメラ店の部長がそんな話を最初してて、うん、その時はねあんまり分かんなかったんですけど、うん、まあ、そこから年を経て、うん、でここに来てもなお分かるというか、うん、でうちなんかやっぱそのここにもそういうお客さんいるんだいるから中に行くんだお休みしてうちなんかね年配のお客さんが多いまあねそうねだから、うん、キヤノンとかソニーの人は別にもいいよ3日後でみたいな感じなんだけどそれで例えばあの平日に出る水曜日にじゃあ出ます、うん、発売ですって言ったら、うん、あじゃあ週末の、ね、あの、はい、土曜日に行きますとかねでもそれ普通でしょ 今の現代普通で普通 で例えば当日欲しい人はネットで予約しておくとか、うん、まあもちろんそういう人もいますよ他のメーカーでも確かにこれ一番に欲しいですって人いるけどニコンはその割合がね高い非常に高いドラクエかいや本当にそういうこんだけ欲しいんだ、うん、それでもなんとなく分かるよねそういう感じだよメカニカルな方が多いクラシカルうまいこと言うなねいやでも本当にそういう人多いですよ日本ユーザーがねはでもそういう人たちも見られずに手出すんだそういう人たちだからこそ出すんですよあそうへえあ買うんだもちろんでだ新しいもんも好きだし新しいニコンが出たら全部買うんだこれあの何だろうなすごい悪い言い方で全部買うって全部買う人いるでしょ多分いやまあ全部買う人ももちろんいるし、うんで新しいから買う人もいるし、でいやなんだろうちょっと別に悪く言うわけじゃないですよ。あのやっぱね、うん、みんなあのさっき言ったように年配になってきてるんですよ。うん、その昔から、はいはいはい、俺は日本刀だと言ってるんですよ、はいはい。でやっぱ年を追うごとにねカメラがもう重たいよと。うん、あそうか、うん、じゃあ軽いミラーレスの方がだってそういう人たちはやっぱこっちの5000とかじゃないですよ。フルサイズ、うん、ねその一桁なのか三桁なのかはあの別ですけど。ちょっとさすがに重いと、はいうん、で唯一でも何としても僕はニコンで生き残りたいと、うんうんうん、ねそのミラーレス出してるだミラーレス各社が出したらちょうどいいタイミングだったんだある中でだんだんでも何としてもニコンに席を置きたいと言った時の Z50 ですあ、うん、だから超売れたんですそうね、うん、やっぱだからって言ったら失礼なのかなちょっと言わせてもらっていいですか、うん、ニコンボディが堅牢じゃないですか体も堅牢であれ日本ユーザーでありたければそうボディも堅牢であれ健康寿命をいかに伸ばすか、うん、体鍛えとけとそうですねいやだからその2個ね堅牢がゆえにミラーレスもすごい軽いわけじゃないんだけど、うん、でも Z50 はだからそこは優秀でしたね、うん、堅牢と軽さとああそう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 なんですよ Z50 めちゃくちゃいいんですよバランスがそうちょっと今ありますから見てくださいよ本当にちょっと一回飛びますけど。静岡駅近くにあります杉山写真材料店。カメラのことなら何でもお任せください。新品デジタルカメラから中古のフィルムカメラまで。もし昔の欲しいカメラがあったら探して北の町から南の町まで素敵なカメラを届けます。俺たちには夢がある。俺たちには明日がある。俺たちにはニコンがある。カメラを買うなら杉山だ。杉山だ。キャノンもあるけどね。怒られるかな、これ。定期的に見ればもうちょっともらえる。そういえば
先々週あげたニコンバカ1台すごい人気あるから、もう今すでに2000円ぐらいの収益が出てるから、ロングスパンで考えたら1万円になるんでしょうね。3日かけましたからね、動画の編集にめっちゃ気持ちがかかって、もう自分でゲラゲラ笑いながら見てて、あんまもろいこれ、そういうのが面白いよね、やっぱお金が。あれですもんね、だからチャンネル登録者が1000人超えないと広告ってつかないんですね。そうなんです。でも超えてんじゃないですか。もう2000円になるんですよ、ね、まあまあ有名な YouTube の老人と文学者っていうのを出しまって、ね、何にも動画ほとんど上げちゃうんで YouTube にやりますって言ったら、これだけで600人ぐらいうわーっとやってる。なるほど。収益ができたんで一応今こうやる時のモチベーションになるけど、それなかったらもうエンドサップやれないですよ。1000人までって結構大変なんで、動画編集がしんどい。分かる、勢いでやんないと終わんないもん。編集も今みんなやっぱりやってるからどんどん凝ってるじゃん。簡単なのだとちょっとある程度フォーマット作っちゃう。最初が一番大事だ。そうですね。最初のいろんな手段とか。ビュートルビュートル。だから二個が一番最初のそれが完成されるのが時間かかって。それしちゃうとそういういろいろはめ込んでいくわ。そうですね。まあフォーマットちょっと作った上で今度はなんかそれが伸びていくまで伸ばすのが大変ね。ツイッターなんかもそうですけど、ここを切った。なるほどねと思って、これって結局娯楽だからなんかバラエティ番組みたいなのやればいいんだっていう話がするから、ってすげえ真面目にこう写真のこと伝えるとかにのもあるんだけど、めっちゃ楽しいやつ作ればいいんだっていうのがあって感じますよね。そうね、だからどっちも必要ですよね。これだからドキュメンタリーとバラエティーと、あの家族のお笑いと真面目なやつはいないよ。いや普段バラエティーやってるのがちょっと真面目なこと言う瞬間が響くじゃないですか。だから普段ふざけて視聴率取っといて、そこでふと真面目にやるっていうのが重要で、ただ普通のメンタルの人って見ないですね。俺もかなり気持ちに折れたんで。あ、コメントめちゃくちゃ批判してくるんですよ。そうなの？すごいですよ、批判が激しい。びっくりしますよ。こっちはね、楽しいこと提供したいと思ってやってるんだけど、こんなにだって言ってもまあ、コメントそんな真面目に見てないけど、あんまり当たり障りとかさ、そんなに叩かれるように言ってないじゃん。いろいろ、なんか、こいつ見てるの、ムカつくこのキャラとかね、全然それによって言い放ってない。ただの悪口。その動画関係ない。関係ない。いや、内容関係ない。でも、それって、ノイジーマイノリティなんで、多くの人はただ見て、あ、面白いって見てるんだけど、本当に数人、数パーセントの文句を言えば大きい方が見るから、だからね、それが響いてくるんで、あれおかしいな。そんなにたくさんいないでしょ。まあまあってどのレベルのまんま、何十人、30件あったら5件ぐらいになるかね、批判。パソコンは今、そう、結構だ、やるね。30件の以上に、だってもしくはその差し入れた25件にみんなが同意してる。カーブの山。ああ、すみません。吐きのため悪いけど。2000人見てるうちのコメントしたのは30件。で、だから要はその5件のコメントも当然出るわけ。で、いやいや、その5件っていうのは2000分の5でしたね。残り25件がいいコメントで、30人しか見てないから、2000人見てる状態で、要は
残りの、だから30件だから1970は多分その30人に同意してるんです大半の場合は。もうちょっとコメントした方がいいじゃん。もうちょっとコメントした方が出ないけどコメントしてくれると嬉しいです。いいコメントで埋めた方がいいそう、そう、悪いコメント。なぜか仕事もまあ、だから、俺のモチベーションの人はそうだし、俺のコメントしてもさ、どうかなって思って。でも、旗から見たときには、やっぱり知らないのか、知らないのか、知らないのか、知らないがいいと思う。まだ使えなくていいのか、やっぱり使えなくていいのか、だから、どれだとしては、本当にこれだけは、まだにね、すごいおかしくなって、いろんな、僕だけの僕の意見だから間違ってますけどね。あ、これは伏線を張るようになっちゃうから。ああ。そしたらまたそれを批判される。え？お前そんなこといちいち言うな。出せよ。だから最後批判するためになって。でもそれを毎回見てるってことはファンなんです。その、昔から言うアンチもファンのうちっていうのは。え、お前らはじゃあ、そういうことそういうの、なんかやってるのか。いや、そうだから、やってないやつらが言うし、俺を見た。例えば杉山写真っていう
のツイッターって俺がやってて、俺でしょ、ね、だって他の人誰もツイッターなんか見てないですから、し、逆に言うと杉山写真じゃないです、あんな話をするのは誰もしないです、他の人ね、社長とかね、あ、まあ、そう、今日評価してもらったと思うんだけど、ツイッターいいですよ、すごい積極的に、もうだから、だってでもあれでこう来た人もいますよ、ああ、いっぱいいる、最近若い人がちょこちょこ、ほとんどツイッター、うん、で、